クラス GIS は、ラスターイメージや位相空間ベクトル、画像処理などを行うフリーのオープンソース、GIS ソフトウェアである。GNU General Public License で提供されており、MacOS 10や Microsoft Windows、Linux を含むプラットフォームに対応している。また、GUI を通じて、クギス等の他のソフトウェアに接続し利用することができる。バージョン6において、 ベクトルネットワーク解析機能や 2D、3D の位相空間エンジンの新機能が追加された。マスコールやポストグレスコール、ポストギス、エスクアリットなどのデータベースファイルか D ーペースファイルによりデータが管理される。これにより 3D のベクタ形式やボクセルの量が視覚化可能になった。他の GIS ソフトウェアとの相互運用性があるグデル、ライブラリーの利用により、 大容量のラスターグラフィックスやベクターフォーマットに対応している。ラスターと23次元のベクトルデータに対応しており、ベクトルデータは地理情報の図心と境界面が明確な位相空間情報により構成されている。300以上のコアモジュールと100以上のアドオンが公式及び有志により制作されている。コアモジュールとライブラリーは C で書かれており、その他モジュールは C や C、Python、Unix Shell、TCL などのプログラミング言語で書かれている。これらモジュールは、Unix 哲学に基づき、C プログラミングの知識のないユーザーにより、Shell スクリプトとモジュールを組み合わせ制作されている。バージョン6.4において、Python のコードと WaxP3 の画像ライブラリーを用いた、WaxG と呼ばれる GUI が採用された。クギスと連携しており、 クアンタム GIS の最新版では、グラスの動作環境を利用することで、シェルベースのグラスのインターフェースよりも利用しやすい GUI にて、グラスが操作できる。クギスの最新版では、インストールと同時に組み込まれている。Java で実装した j a g ラ a スというプロジェクトが存在する。ありがとうございます。